おはようございます。今、きました。えー、かぶくんでございます。えー、っと、ここは大好きさんからですね、えー、っと、日本では今朝藤井五湖と紀伊水道を震源地に、それぞれ震度5弱の地震がありました。で、藤井五湖の方は、これからも震度5程度の地震が起こる可能性があるということなので、なんとなく不気味です。大きな被害がないと良いのですが、という情報をいただきました。えー、っと、 ちょっと僕今朝起きたばっかりなんでちょっと情報をつかめてないんですけどえそうですね地震ぜひ注意していただきたいと思いますまあ頻発してるからあの大きな地震が起きやすいかって言ったらまあそうだけじゃなくて急にね起きるっていうこともあるのでうんえと常日頃から注意は必要だと思うんですけど地震が起こっているということで特に富士五湖の方はなんか富士山とねなんか連想したんですけど うん、そことの関係性とかないのかなとかって思っちゃったりもしてるんですが、うん、ちょっとわかんないの、ね、で、はい、えー、ちょっと見ていきたいと思います。はい、えー、そして、レモンミカンさんありがとうございます。えー、あられすごいですね。えー、これは1つ前のあ、2つぐらい前の動画ですかね。フィギュア,あフィギュアスケートじゃなくて、えー、頭がちょっとまんないですね。あの、なんだっけ、僕のベルギーの。 あられどうかですね、えー、子供たちがキャーキャーはびっくりですね、あんまりなんかないのでね、ここは積もるっていうことはないので、港町などで風が強い、えー、日本列島は北海道が荒れた天気、東北も雪、神奈川はなぜか暖かいです。で、話は違いますが、昆虫激減のお話、ピレネー山脈周辺で、腸が39%も減ってしまったようです。 えっと原因は農業をしなくなって人の手が農地に入らなくなり森林になっていくに従って昆虫も激減したからではないかと言っていました。あーそうです、ね。にじりんの方がえっが、と、昆虫たちにとっては大事なんでね。日本も、えー、里山とともに人間と昆虫や、えー、魚や野鳥も循環していましたが。 この30年の間に、えー、里山はなくなっていきましたね。で原生林に戻るのかなそうそう、海も大変だと聞いています。まあ要は、その普通こうなんか自然林の方がいい感じがするんですけど、まあ人がこう燃やす薪とかしいたけ栽培とかなんかそういうのを作るために切り開いた淡生林とか里山のそ虹の林っていうのは意外と昆虫類多いんですよね。でその不要度なんかを まあ畑の畑の栄養に使ったりすることもあるのでやっぱこう人間があのー、まあ丹精込めて作り上げた林っていうのはまあ環境に良かったんですよねだから、うん、生物環境に生態系とかだからそれが逆にこうなくなってくっていうところで、うん、まあ、養分とかも海にこう流れていってまあ、プランクトンとかも増えるよっていう話だったんですけどちょっとなんかねあのー また昔の林に戻っちゃうっていうね、そういったメカニズムだと思うんですけども、うん。そ,そうですね、まあ、えー、そして、えっと、もう一つでもみかんさんから、テニスも中国開催が中心になりましたね。えっと、シニアは17歳や18歳以上っていうのは当然だと思います。あの僕もね、賛成ですね、じぶ,ぶっちゃけると、うん。やっぱりなんか、なんだろう、大人の体験になる。 っていうのは18歳以上だと思うんですが、16歳とかだとなんか、やっぱりまだちょっと若すぎるかなと思うので、うん、私が心配なのは、10代前半の女子選手の中には、えー、体に無理をさせている選手もいるでしょう。これ絶対させてますよ。うん、体酷使してますね。だから、骨粗鬆症とかにならな,かな,ならないのかしら、ということで、うん。まあ、あとになって、大人になってから、結構そういった 負担の部分が出てきちゃうっていうこともあるので、あると思うんで、だから、まあ、そうですね。うん。はい。えー、そして、ゆうのエやさんから頂きました。ありがとうございます。えー、メドベージャーは引退するんですね。で、えー、っと、メドベージャーはオリンピックの演技より、セーラームーンの演技の方が印象に残っています。セーラームーンのね、衣装を着てた、あの、そういったイメージが確かに僕もあるかなと思うんですけど、 アイスショーですよね。僕、あんまり見てなかったんですけどもね。うん。シェーラームーンということで。はい。そして、えっと、オーリーさん、ありがとうございます。えー、ファイナルは残念ですが、仕方がないですね。で、オミクロン株のことが分かってくると、対策も立て,立てられるでしょうし、えー、治療薬もそろそろ出てきて 出てくるでしょうから、今は我慢ですね。で、シニア年齢が18歳とかになると、女子はジュニアの方が盛り上がっちゃうかもしれないですね。あ、そうですね。ぶっちゃけ、ロシアとかは15歳とか16歳とかっていうのはすごいピークを迎えていいので、あのー、でそうするとオリンピック競技としてはジュニアの方が良い良いとかの議論も、えー、でそうですね。まあ、そういった意味で本当は優勝オリンピックとかってあると思うんですよ。 でもユースオリンピックって実質上あんまりなんか人気がないので、あんまりオリンピックよりは人気がない感じなんで、やっぱり強さだけがなんか人気の秘訣じゃないのかなと思ったりはするんですけど、もっとユースオリンピックがもっともっとこう人気が出るようになればいいんですけどもね、子どものオリンピックとしてやっぱりそれはいいと思うんですけどね、もっともっと知名度が上がってくれば。 あのオリンピックとして、元オリンピックみたいに華やかなものになってくればいいと思うんですけど、なかなか知名度が上がらないのがユースオリンピックっていうところですかね。うんなかなか悩ましい。私はやはり PCS を芸術評価としてもう少し基準をちゃんと作ってほしいなと思います。えー、っと、アイスタンスのジャッジを入れ,入れられないのですから、ね、ですかね。ということなんですけど、アイスタンスとシングルってかなりステートグッズとかも変わってくるので、ステートグッズがやっぱ違うんですよ。うん。だからまあ、 そうですねちょっとまあアイスタンス、まあ、シングルの経験のあるアイスタンスのあれそうですねあのなんだジャッジだったらいいかなと思うんですけどかなり似てるようでかなり違うのでうんだからどうなのかなとかって思ったりするんですけどもねうんまあ PCS についてはあの今後ね そのなんか議論をされて、PCS 専門に評価をしていくようなジャッジを入れていくっていうみたいな話もね、出てるようなんで、まあ、楽しみに待ってみたいんですけども、今負担が大きいですよね。やっぱり GOE も評価しなきゃいけないんで、GOE を評価して PCS を評価するっていうのは、ちょっと負担が大きいのでね、それをあっという間にこう、次の選手のために、あの、早く評価したいっていうのは、やっぱりどっかでミスが出てきてしまうと思うんで、 うん、やっぱり PCS と GOE の評価をする人は分ける方が適切かなと思うんですけどもね。うん。そっちの方が早いと思いますね、やっぱり。まあ、早いし、正、え、確、ー、性もっていいのかなと思います。うん。はい。で、吉宗さんありがとうございます。えー、シニアに上がった1年目でオリンピックでメダル取って、はい、さよならって寂しいですよね。そ,そうですね。まあ、結構だから、要はもう、 な考え方が多分違うんでしょうかね。うん。なんか本当はシリアに上がってからがスタートっていうイメージがちょっとあるんですけど、もうあの、シリアに上がった瞬間っていうのはもうそこが頂点だっていう認識が強いのかもしれないですね。うん。なんか日本人の感覚だと、なんかシリアに上がってからスタートみたいな感じがちょっとあるんですけど、 やっぱり今の子たちっていうのは4回転とかめちゃくちゃ難しいジャンプやりまくってるんでやっぱ体が細いことが武器だと思うんですよね女子にとってはうん女子にとってはまあ体が細かったりちっちゃい方が4回転回しやすいのかなとかって思ったりするんででも割合とか見てるとねなんかそういう感じだけじゃないのかなと思ったりするんですけどまあなんやかんや言って味が出てくるのって二十歳過ぎてからな気がするのでそうですねやっぱ人生の経験を積んで 積むとそれだけにやっぱシニアっていうとなんかもっと大人なイメージありますよね。僕もだから実は賛成なんですけどもね、あの年齢を上げていくっていうのはね。うん。はい。まあフィギュアスケートはあのファイヤーって感じということなんですけど、ちょっとすみません。あの、よくわかんないです。このファイヤーっていうのは何だろう。僕がちょっとわかんなすぎるのかなっていうとこなんですけど、うん。はい。 それとも朝だから朝の,あの頭の回転が回らないだけなのかもしれないですけど、ねはいえー。タップダンス、アナリさんありがとうございます。えー、っと、サステ公シーチャンネルにて安藤美紀さんの練習動画が上がってましたと。安藤美紀さん。安藤美紀さんですよ。うん。はい。えー、っと、ファーストクラス、あ、違う違う。ファーストクリアは厳しいですが、そこそこいけそうな雰囲気でしたよということです。うん。えー、っと、ちょっと、あの、サステ公シーチャンネルですね。 ぜひ気になる方は見てみてくださいね。で、YouTube かな、これは。うん。はい、ちょっと、うん、気になる方はぜひ、はい。はい。えっと、そして、えー、っと、頭がちょっと回らないんですけども、なみなみさん、ありがとうございます。滑走中もやっぱり影響してくる気がしますね。いや、これはね、あると思いますね。特に、一つ、一グループの中で、 まあその例えば後半グループとかでもいいんですけどまあ後半の滑走になる,なるとやっぱり待ってる時間が長くなると思うんで、うんまあ、だからそうですねまあでもそれでもなんか選手たちはやっちゃうっていうところすごいですね、うん、もうどこの,かあの滑走で滑ったも平気みたいな感じになってると思うんでまあそういった意味ではまあ本当大したもんですよね。 で、えっと、ソチのショートプログラムで失敗してしまったまおちゃんですが、あのフリーの演技を後半で滑れたらもっと点数が上がっただろうという声は結構ありますね。まあ、これがいわゆる後半の、後半滑走の過小評価っていうところかなと僕は見てるんですけど、まあ、これが確実ですね。僕は本当そう思ってます。PCS がちょっとやっぱ低かったのかなっていうのがあるので、まあ、すべてがそうとは思いませんが、僕も結構そう思う派ですね。てか、思ってましたね。 うんえー、後半に滑ってくれたら多分点数はもうちょっと高かったのかななんて思うんですけどでもあそこまでいい演技できたっていうのはねいやほんとすごいと思うし、うん、点数にはないなんかすごさというか、うん、そういうものがあったかなマモちゃんは、うん、しかも、えー、フリーだけの得点では3位でしたからねだから えまあショートプログラムでうまくいってたらばなっていう、でもショートで逆にうまくいってたら、あの演技ができなかった可能性もあると思うんで、そう思うと複雑ですよね。うん、でも世界選手権ではショートもうまくいって、フリーもまあダブルアクセルはミスっちゃったんですけど、えー、だけど今あのまずまずの演技ができたんで、ちょっとやっぱり悔しいですね。うん、う僕の中でフィギュアスケート史の中でかなり悔しいかな、あれは。ショートプログラムの。 あの一番最初、最後の滑走でね、ノクターンで滑るっていうのは、ノクターン結構、まおちゃんにはすごい似合ってる曲で、2005、6年、あ,あ、2006、7年のショートプログラムのね、ノクターンがすごくイメージがあったから、うん、それにしてきたと思うんですけどね、うん。まあ、大人のノクターンでしたけども、そんな感じで、え、やってます。はい。え、そして、桃田さん、え、ありがとうございます。 株君上、親日課のジェイソン・ブラウン選手が日本語と英語でインスタグラムを上げてくれました。で、そこにはですね、私は今、目を悪くしているので、えー、正確なコメントは書けないのですが、あ、あなるほど、あはい、はい、そして、えーと、もうすぐ会えるよ、ただ1週間後に会えないだけと、これはね、えっと、これがジェイソン・ブラウンの発言ですね、これが。うん えっと、今は健康と安全が大事。日本に行くのが楽しみと、日本語の後に英語が書かれていますよ。ジェイソン君はね、なんか日本がすごい好きみたいで、なんか日本の文化とかも YouTube に上げたりしてるかなうん。素敵ですね。本当は選手が一番辛いはずなのに、ファンに、ファンを励ましてくれています。で、昔からジェイソン・ブラウン選手は新日家で有名な方ですからね、嬉しいですね。ジェイソン・ブラウンそうですね。うん。あと、 新日家って言ったら、僕はカナダの、えーえー、っとね、カナダのね、名前ちょっと、今ちょっと頭回らないですけど、ドバスでしちゃいましたけど、カナダのケビン・レイノルズがもうめちゃくちゃ日本好きだったり、結構やっぱ新日家の、ね、メドベージャーとか、なんか日本好きですよね。あとザ,ドザリトワ選手とかも。うん だから、結構、なんか、フィギュアスケートの選手、日本が好きな人多いかななんて思うんですけど、若くて目のいい視聴者の方、ジェイソン・ブラウンさんの日本語の全文を載せてもらってもいいですよ、みたいですね。私はただ、ジェイソンの優しいインスタグラムが見ていただけで幸せなんで、ということなので、ぜひね、ジェイソン君のインスタグラムを見ていただきたいと、あ気になる方はぜひね、見ていただきたいと思うんですけど、うん。 まあそんな感じで選手はそれぞれ、えーえっと、なんだ愛を届けてくれてますよっていうことですね。うん、はい、えー。そして、ズリムさんありがとうございます。カブ君遅くまでお疲れ様です。いや、昨日はね、えっと、実はオランダ語の勉強ショットをやってて、えーうん、なんか遅れてしまったんですけど、勉、えー、学も大事なんで、YouTube は無理せず、ご自分のペースでアップしてくださいということで。 まあ一応ね、あのー、最近ちょっとまとまりが出てきて、まあ自分で言うのもおかしいんですけど、あのー、なんだ、歌舞伎の者日誌として、まあ書くようにしてて、まあ結構ね、まあバランスは取り始めてるかなっていうところあるんですけど、昨日はね、ちょっと夜更かししちゃったん、夜更かしっていうかね、あのー、遅くまでやっちゃったんで、今後はちょっと健康に気をつけなきゃなって思うんですよね。うんそして 前半得点、過所評価は今に始まったことではありません。そうですね。先ほど、まおちゃんの件でちょっとお話をしたんですけど、まあ、フィギュアスケートにあるあるではないですか私は過所評価というと、表現化、えー、誤解を生むと思います。6点満点の急採点の時だって、前半に5点台、5点台後半は出せませんでした。確かに、言われてみると、まあ、相対評価の時は、特にそういうのありましたよね。うん そうそうそう、あの、僕で、ね、相対評価のその6点満点方式の時っていうのは、後半に滑れた方がいいっていう、それだけでこう、なんかメリットっていう感じがあったりしたんで、今は絶対評価なんで、結構マシになったかなと思うんですけど、後半グループにどんな演技が来るか分かりません。早くに高得点を出してしまえば、後半グループも下手すれば、全員6点満点になる可能性もあります。 えー、そんな事態を防ぐために前半グループは得点が抑え気味になるのですと。前半だから点数は伸びにくい選手は、選手もわかっていると思います。で、過小評価という表現に私は恣意的なものを感じますので、他の言い方に変えていただければ。いやでも過小評価っていう以外しかないと思うんだけどな。うん。どうなんだろう。過小評価。うん。 そうですね。ちょっと見つか,見つかるまでは、ちょっと過小評価にしますが、そうですね。日本語は難しいです。海外のコーチが最悪入国できない場合は、リモートでの声かけを認めてほしいです。これね、いいですね。うん。あの、リモートでの声かけっていうのは、これはちょっと初めての案なので、うん。で、えっ、ー、と、その場に一緒にいてもらえるのが一番ですが、そうですね。まあ、スティファンとか、宇野くんとか見てると、なんか一緒にいた方がね、 ああのやる気が出そうな気がするので、うん、リモートの声かけっていうのは明暗ですね。うん、そういう感じなんですけど、過、ね、唱評価の点、そうですね、難しいな。うん、なんだろう。し、なんか過唱評価。まあ全体的から見て過唱にね、評価されるっていう、まあでもそっか、少なすぎるっていう感じになっちゃうから、あれか。うん。点が出にくいでいいか。 点が出にくい。点が出にくいね。うん。点が出にくいっていう感じの方がいいのかなうん。前半滑走の選手は、えー、点がに出にくい場合がある。うん。なんかおかしいですね。ちょっと考えていきたいと思います。はい。というわけで、えー、っと、こんな感じなんですけど、ちょっと朝から頭を回ってなかったんですが、えー、っと、これで終わりにしていきたいと思います。ではでは。